どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はトライストリンガーで安定して勝ちをつかむなら守りを固めろとなります。最近トライストリンガーでパワーが漏れ出してきましたので、安定して勝ちを取るためにやったことをまとめたいと思います。まあ、まとめると言っても多岐にわたってしまうので、まあ、その中でも改善がしやすい守りについて話していきたいと思います。ということで今回は守りについてですが、気をつけるポイントや安定感をつけるための立ち回りについてまとめていきます。最後まで楽しんでもらえると嬉しいです。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずトライストリンガーで守りを固める理由ですが、単純にカウントリードを維持するためになります。トライストリンガー自体の性能を振り返ってみると、攻撃力と射程はありますが、当て感が難しいので攻めの力は弱くなります。弱いということは攻めに出ても一人で場を荒らすまではできないということです。もちろん打開の力もありません。その点から考えていくと、守り切ってからカウンターに持っていく方が何かと攻めやすくなるというのがあります。トライストリンガーの攻撃面は攻め込むには弱いと言いましたが、守りを固めるには適した攻撃手段になります。爆発矢による牽制と進路の妨害、ポイズンによる邪魔、メガホンによる時間稼ぎっていう感じで何かと防衛に向いています。逆を言えば攻撃に転じにくいということも言えますが、使い方次第で特徴を生かせます。それが守りということです。トライストリンガーで安定した勝ちを重ねるなら必ず課題になる部分があります。それは防衛です。安定して勝てない、または X パワーを維持できないのは単純に防衛の成功率が低いからと言えます。実際に巻き込んでいた試合は、味方と自分の状況はどうであれ防衛に失敗しているシーンが多かったです。特に後衛ということもあり、防衛でやられてしまうと味方の復帰位置も悪くなりますし、ポジションが取られてしまいます。防衛失敗するとかなり痛いんですよね。 X マッチは特にミラーなので射程差がないとはいえ、相手の後衛が強気になりますからね。なので防衛の改善を考えていくことが必然的に安定感の向上につながってくる部分となります。最初話した通り、トライストリンガーで相手を無双できるならいい話ですが、それは難しいですからね。得意な分野を伸ばして安定感を上げるのはかなり大事なことだと思います。それでは防衛の質を上げるためにした改善のポイントをいくつか紹介していきたいと思います。一つ目は徹底的に進路を塞ぐということです。これに関してはキルを取るというよりかは、相手の動きを制限することを優先するためになります。最初話した通り、一角キルや爆発矢でのキルというのはそうそう出せるものではありません。ですが邪魔をすることは可能です。通路やポジションに対してポイズンを投げ、行動の制限をしたり爆発矢を置いたりして相手の動きを鈍らせます。味方の復帰までの時間稼ぎになりますので、意外と大事なことだと思います。余裕があれば塗りもしてスペシャルを貯めたいですね。2つ目は攻撃の手を緩めないということです。弓の防衛というより対面に関してなのですが、弓の攻撃は思ったよりも圧がないです。実際に自分のメモリープレイヤーを相手視点で見てみると、その言葉の意味がわかると思います。そのため防衛の時に一角を狙いすぎていると、相手には全く圧がなく前に出やすくなってしまいます。なので一番前にいる敵に対して攻撃をし続けていれば、圧があり下がるきっかけになります。また敵が出てきていないようであれば、爆発矢をばらまいて近づけさせないようにするといいかと思います。3つ目はポジションを維持していくことです。とにかく相手の後衛にポジションを奪わせないように守りきることですね。防衛の時というのは少なからず相手が自陣の有利ポジションを取ることが多い状況から押し込まれています。チョウザメなど分かりやすいですが、高台を取られると全く動きが取れなくなりますよね。このような状況を作らないためにも、なるべくポジションを維持することが大事になります。もし味方がデスして危ないのであれば、時間稼ぎでメガホンを使ってみたり、維持できるように工夫してみましょう。守りのポイントとしては以上となります。守りがうまくいけばカウンターを狙うことも可能なので大事にしたいところです。守りについていろいろ話しましたが、もちろん注意もあります。1つ目は下がりすぎに注意です。
防衛と聞くと早めに判断して下がることを考えると思いますが、下がりすぎた場合、相手にカウントを渡すきっかけになります。ガチホコやアサリで考えてみるといいですが、カウント数の場所やシュートコースを把握していないと難しいですよね。そのため下がりすぎないようにラインを決めておくことが大事です。下がりすぎて負けるということはよくありますからね。敵との対面やデスしたら負けるというのも分かりますが、ある程度リスクを負って対応することは大事になります。2つ目は防衛ポイントを複数用意しておくということです。防衛ポイントについては1箇所だけではなく2箇所以上準備しておくといいかと思います。理由は進行ルートによって有利場所が変わるからです。1箇所で防衛が成立するマップというのは正直ないと思います。またミラーマッチということもあり、弓を使っていても味方にギッターなどが来ることもあります。こうなるとポジションが被ってしまい、同時にデスするリスクも増えてしまいますし、攻撃範囲が被ってしまいます。そういった時に自分が複数箇所の防衛箇所を用意しておけば、挟み撃ちをするように防衛ができますので大事なんですよね。注意としてはこの2つになります。防衛をするといっても一人でするわけではないので、味方との連携も考える必要があります。はい、ということで今回ここまでとなります。トライストリンガーで安定した勝ちをつかむなら守りを固めろはいかがでしたでしょうか。理想としてはメインの直当てで敵を倒しまくるというのがいいですが、それは安定に欠けると思います。確実に試合の長時間を占めるであろう防衛と均衡状態をうまく勝ち取る方法を考えることが大事かと思います。カウントは1でも勝っていれば勝ちですからね。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。